で、9があったりだとか。そうですね、9も4つまでいけますかね、うん、でここが、ループ4小節2小節ループがありまして、うん、ここで切り替えてファイルをループする。あと9の1、2ルあ9のここが3、4か9の3と4をループする、はい、ここが9の、C1 と C2 をずっとループする、うん、これはファイル自体をループするっていう。なるほど、はい、っていう機能があります、ね、あとはまあ1拍2拍3拍、ね、はい、とジャンプ機能ですね、うん、はい、という感じで、はい、でこちらを押すと、うん、バイナルモードになりますので、スクラッチとかやるときはできるんですか。はい、その左上のですね。あ、本当だ、はい、すごいですね、はい、うん、素晴らしい、はい、なんかまあこれ前回からもそうなんですけど、なんかねこうスクラッチした感覚みたいなのが結構本当にちょっとレコードっぽいんですよね、はい、不思議なことに、うん、これすごい監修で入ってますもんね、すごい方がスクラッチの感じとか。ああ、はい、キュー言っていいですかね。え、じゃあキューバートさんに一応あの感触を確かめてもらって。マジっすか。何度か見てもらいました、ね、あのキューバートですか。最初は全然ダメだねとかって辛辣なコメントをいただきたい。はい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 、毎年ナムショーでお会いするたんびに、うん、改善してきたんだけどちょっと見てよ。ああ、はい、あのキューバートに監修してもらったということで。そうですね、皆さん1台持ってもらってます、うん、もう皆さんあれですよ、キューバートが認めたんで、もう機械のせいにはできないです。一生懸命練習。なるほど、それは驚きですね、うん、はい、という感じで、はい、バイナルモードもできると、はいはい、でその次はどうしましょうか。その次はですね、ほう、次どうしようかな、あとこっちの逆の方を置いていくと、あ、ここの矢印で、そうですね、ページがあるんだ。そうですね、1,2,3,4,5,6 ページあるんだね、はい、ここに。なるほど、はい、うん、でファイルを選ぶ方と反対の方を置くと、このイコライザーですか、こことリンクして、ミッドと、うん、ここが、トータルの音量ですね、うん、も変えれますし、でここであの何ていうんですか、ね、でプラスマイナス微調整ができるんで、うん、はい、ターンテーブルでいうとちょっと回して遅らせたりとか、うん、ちょっと触って遅らせたりっていうのがここで、うん、ここできちゃうと、できちゃいますね、うん、なるほど、はい、イコライザーも指で動かせるんですか。動かせますね。あとね、プラスは外しました。あ、プラス外しました。外した。うん、ノブで。ノブがあるからっつって。うん、そこは、ゲイン専用にしたんですね。うん、こっちの方が分かりやすいかもね。うん、そうですね。なるほど。はい。はい。で、次行くと、ここがあのサンプラーの部分ですね。こことと、リンクされてて。うん、この音は最初から入ってる。これは、ですね、あ、最初から入ってるのはこちら。ナンツさんが入れたの。はい、でこっちがレコードが入ってます。これはボリュームとかも変えれるんですか。これも、はい、こちらのボリュームで、おー、ここで、はい、あ、便利便利便利、はい、ここでできますね、うん、なるほどなるほど。ピッチが変えられるのがちょっと面白い。あ、本当だ、これだ。あ、そうですね、そうですね、なんか鳴らしていただいて、あー、すごいすごいすごい、パイオニアのなんかあの機材でもそういうのありましたけど、もう感触的に結構ちょっと DJ プレイでも使えそうだなっていうレベルですね、これ。そうですね、うん、ところがね、例えば、どれがなかった、あとこれトグルすることはですね、ほほほほ、すごい、さすがっすね。あー、最後のところに、あ、ね、あのトグルするとアサインされるんだ。と、はい、変化したところのポイントをトグルするようになってます、うん、なるほど、すごい、なるほどですね、はい、というサンプラーでございます。これは、任意の、自分で入れることもできるのかな。できます、はい、できますね、はい、発音パターンが、GoDJ プラスのこの、リリースで4パターンになっていてですね、発音パターンが、はい、はい、で、まあ、一番使いやすいのはこれかな。これはあの、
ドローンというパターンですね。で押してる間だけで離すと止まるです、ね、でこれは、トグルのワンショット、はい、ワンショットのように流れるんだけども、もう一回で押すと停止すること、うん、これはワンショットといって、そのまま流れてしまう、うん、使い方としてはうん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 、で最後ループっていうのがあってですね、これは、うん、今表示されている BPM に合わせて、うん、こんな感じで、うんうんうん、はい、ループで回す。これも裏で音楽が流れていればその BPM に合わせて、繰り返す。めちゃ便利。すごいですね。なるほどなるほど。という、はいはい、サンプラー、他にも何かあるんでしょうか。これはあとはこっち行くと、うん、あとはあ、そっか、これは出ましたですよね、はい、一緒にやったんですよね。いや、ね、これはデフォルトついてる。あ、デフォルトついてるんですか。はい、はい、はい、ピアノですね。これはね、あ、で、ギターもあるんですね。はい、うん、あのね、DJ やってるとどうしてもですね、急に無性にピアノが弾きたいなっていう時があるんです。本当ですか。もう弾きたくてしょうがないなって。ね、イキ君、はい、はいはい、ということで、あのピアノプレイヤーイキ君が言うから間違いないと、はい、でこれは、ギターですよね。はい、はい、これもね、やつが変わるとということですね。多分ギターでやった方がいいと思っていて、はい、じゃあこれも、実際にここのフレットを押さえると音が変わる。やばいっすね。ですけど、これはやっぱりなかなかこう、うん、あのフィードバックがないので、うん、なかなか押さえづらいので、うん、これはもうこういうあのコードセレクトモードっていうのを入れてですね、これを使うともうあの自分でこちらにわざわざ押さえなくてもよくなっちゃう。 C を選ぶと C だし、はい、Am を選ぶと Am、 F はやばいっすね。やばいっすね。はい、いいですね、はいはい、でアルペジエーターがついていてです、ね、これを使うと最高じゃないですか。こっち弾かなくてもよくなってですね、うん、素晴らしいですね。もう DJ どころじゃなくなってまいりました。これがね、宮崎さんのいいとこなんです。そうそう、これガチで作っちゃうっていうね。